こんにちは、速稼塾の久保です。ただいま2月25日の17時12分ですね。朝の相場解説から12時間経ったんですけども、あれからどうなったでしょうか。まず日足の方を見ていきますけども、どうですかね。こういう風な流れがあって転換が起きましたよね、ここで。で、そっからというものを右肩上がりに変わっていったわけですが、私の示したポイント、ここで値上がりするよっていうね、ここで、ここで高値を切り下げるよっていうところ、ね、その通りになって、ただいま陽線がズバーッと伸びましたね。この今引いた陽線がない時から私、これこういう風になるよっていう風にお話ししていたと思います。ですんでね、大きな含み益取れたんじゃないですか。104円台から入った方もいると思いますよ。現在106円カツカツですけどもね、106円になってます。1円ほどの差を取るのも難しいのに、ここまでいけたわけですよね。で、これが4時間なんですけども、こういう風に入ってきたのが N を書きながら、もうちっちゃくて書きませんけどね、こういう風な刻みを出しています。そしてですね、ネックライン、ここを超えればと思ったんですけども、いまいちここ超えてないですね、今のところ。でも横に揉みながら移動平均線を見るに、まだこういうふうに超えていく可能性はあるかなと思いますね。まあそういった形で1時間を見ています。ここまではね、本当に 98% 仮説の通りになってますよね。で、ここで思い出していただきたいんですけど、これ1時間足ですけども、 W は右辺が強いを実現して、小さな W から大きな W もここにあるというふうにお話ししましたよね。ここも超えましたね。2つのネックラインを超えて W を完成させた後、こちらの方で上下をギザギザとして、このまんまね、この陽線が上の方に向かってほしいなと思いますね。そしたら私はここを超えてですね、今回の仮説すべてパーフェクト 100% 合致ということになります。で、ちょっと気になるところなんですけども、そうなんですよね、高値圏のヘッド&ショルダーを作るかもしれないんですよ、これ。まあでもヘッド&ショルダーにならないですかね。いまいちね、真ん中がもうちょっと大きいとね、ヘッド&ショルダーなんですけども、これはね、どちらかというと3点天井の3つ目をぶち抜く形かもしれないんですよ。まあその辺をこれから見守っていきたいと思いますね。まあでもどちらにしてもだいぶ含み益取れてるんじゃないですか。今日は良かったと思います。フォーメーション分析がね、構想しました。では本日は以上です。